え会社の人間関係が最悪です。私はその職場のその業務で一番長く働いていて少人数でやっていたものすごく大変な時期から本当に真面目に頑張ってきました。仕事もできない方ではないと思いますが、上司に嫌われ、そのせいで明らかに自分より劣っている後から入った人間が出世しました。かっこ正社員。えー、すごく苦労してここまでやってきただけに道目名になりません。毎日涙があります。上司、他の人間関係もよくなく転職したいと思いますが、私は40代後半の女性です。私はどうしたらいいでしょうか。人間関係が今後よくなる可能性はほぼゼロです。転職してください。<laughs> いや別にあの。 その職場を良くするっていうのできちんと長く働けていて真面目に頑張れるのであれば他の会社に行ってもあの普通に評価されるようになると思いますただ今いる会社はその頑張った人を評価しない会社なのでいるだけ人生の時間の無駄ですなので早く転職しちゃってくださいただあのいきなり辞めて転職先見つからない状態だとあのまああののま吟味する時間もなくて不安になってしまうのですげえしょうもない会社に行っちゃうかもしれないので今の会社に5つつ転職活動をしてくださいであのこういったことをやりましたとか例えばこの残業を厭わずにこれがやりましたとかちゃんと自分がやったことっていうのを説明するとそのまああの別に今そんな給料高い な,ないと思うんですよ契約社員だと思うので。なので、あのこの金額でこれぐらい頑張ってくれる人だったら、全然 OK ですっていう人もいるので、なので、あのいろんな会社にとりあえず応募してみるといいんじゃないでしょうか。